皆さんこんにちは、ショータイムですということで、おはようございますか。おはようございます。今回はですね、ちょっと久しぶりの朝の動画投稿になってると思うんですけれども、まあちょっとですね、今日仕事始める前にいつも通り朝ツイッターの方をペロペロ見ていたところ、ちょっと驚きすぎて、これはね、夜撮影、動画撮影しようと思ってたんですけど、まあじゃあそれまで待てないなということで、ちょっと誰よりも早くこの、遺跡についてちょっと皆さんと共有したいなというところがありまして、まあ今日は朝撮ってそのまま朝出しになってると思うんですけど、今日はね夜にももう一本上がるんですけれども、今回はまあ簡単な編集のみで、この動画紹介できたらなと思います。早速ね、本音の方に入っていきたいと思うんですけど、まあサムネタイトルでわかる通り、J1 北海道コンサドーレ札幌の生え抜きミッドフィルダーでもある高峰選手が、電撃移籍という形で同じく J1 の柏レイソルに移籍することが決定的という状況になりました。まあ、正直ですね、このもうサムネタイトルでも衝撃を受けた方、まあね、もちろん朝ツイッターなどで見た方も多いと思いますし、おそらく僕が見た時はまだねトレンドに入ってなかったんですけど、トレンドに入るほどの多分衝撃、J リーグサポーターとしての衝撃の移籍になると思われます。まあ、もちろんね、この移籍がまだ 100% 実現するかと言われるとまだ、不透明なところはありますけれども、まあ、この報道を含めてですね、もう決定できている状況が出ておりますので、まあ、おそらくこのまま順調に進んでいけば、まあ、近日中に成績発表があるのかなという予測になっております。まあ、ちょっとびっくりしたというか、正直ですね、驚きを隠せない移籍だと思いますし、まあ、何より北海道コンサドーレ札幌のサポーターは、この高峰選手の移籍に関して、まあ、ショックが大きいと思いますし、一昨年かな、2、3年前というところに金子選手、田中選手、高峰選手という大卒ルーキーがですね、入団してきてくれて、まあ、そのままルーキーイヤーの2020年かなというところからもうフル稼働を果たした、もうこの3人トリオというところであったんですけれども、まあ、その一人の、高峰選手がこの度、来シーズンからですか、柏レイソルに移籍するというのが、まあ、決定的という状況になりました。まあ、この北海道、札幌市出身の高峰選手はもう小さい頃から北海道コンサドーレ札幌の生え抜き選手として、まあ、アンダー12、アンダー15、アンダー18とね、まあ、それぞれしっかりと階段を持っていって、まあ、そのままトップ昇格というところはすることはできなかったものの、まあ、しっかりとね、筑波大学というところを経て、しっかりと結果を残し、2020年に、高峰選手がまた北海道コンサドーレ札幌に戻ってきてくれたという、まあ、経緯になっております。まあ、正直ですね、僕自身もこの驚きを隠すことができず、まあ、札幌サポーターではないんですけれども、まあ、正直この近年の高峰選手の活躍を見ていると、まあ、移籍するのであれば、本当に海外移籍一択だなというところはね、考えておりましたし、北海道生まれ北海道育ちの高峰選手が、まあ、北海道を離れて、まあ、同じ J1 の舞台でもある、柏レイソルに移籍するっていうのはね、ちょっと、難しい、考えというか、まあ、自分的にも正直まとまってないところある、このあるままですね、この動画を回したんですけれども、まあ、びっくりというのがね、まあ、本当にこの遺跡に関しての、一言だなと感じております。まあ、この高峰選手ルーキーイヤーの2020年シーズンからですね、しっかりとルーキーイヤーながら30試合以上に出場し、まあ、翌年の2021年にはですね、背番号6番に変えて、アンダー23の代表候補に入るなど、まあ、着々とですね、力をつけていった高峰選手でもありますし、まあ、この現監督でもあるペトロビッチ監督のもと、まあ、ボランチはね、主戦場ではありますけれども、まあ、左センターバックであったり、まあ、最終ラインというところをね、任せられるような、まあ、本当にいろんなポジションをこなせる高峰選手として、北海道コンサドーレ札幌は重宝していたのかなと感じております。まあ、同期のですね、田中選手であったり、金子選手含めて、まあ、この大卒トリオというところは先ほど話しましたけれども、まあ、本当に入団当初から高い評価を受けていて、まあ、J リーグでもですね、本当に、頭角を表していった、この3人の中の、まさかの高峰選手がですね、柏レイソルに移籍するという話になっております。もちろんね、獲得が決定的となった柏レイソルというところはね、この上ない補強になると思いますし、後半戦というところは2022年シーズン今シーズンというところは多少ねちょっと失速してしまい、まあ、最後優勝争い ACL 争いからこぼれてしまったという現状がありますので、まあ、そういうね、柏レイソルとしては非常に大きい補強になったと思いますし、まあ、対する北海道コンサドーレ札幌からすると、もちろんね、抜けてしまったっていうのはね、もう大ダメージではあるんですけれども、まあ、2020年2年シーズン、終盤というところに、まあ、深井選手だったり、駒井選手というところが、まあ、来シーズン開幕にちょっと間に合わないような、
長期離脱というところにしてしまいましたので、まあ、ちょっとボランチの、補強というところは今後急務になってくる部分だと思いますし、まあ、まだ24歳の高峰選手というところでちょっとですね、これに代わる逸材が入ってくるのかということを考えると、まあ、なかなか、代わりを探すのは難しいと思いますけど、まあ、まだまだ若いね、北海道コンサドーレ札幌の、まあ、選手は、ね、たくさんいると思いますので、まあ、そういうところで、しっかりとカバーしながらまた来シーズン戦っていくのかなという感じになっております。まあ、正直ね、さっき起きたばかりで、頭が回っておらず、ニュースをね、大まかに喋ったぐらいしか、この動画喋れてないのかなと思いますけれども、まあ、ひとまずみんなとね、ちょっとこの動画というか、この今回の移籍に関しては、まあ、いち早く、話したいなというところがあって、今回動画を撮らせていただきました。まあ、もちろんね、冒頭にも言った通り、まだ決定的という状況になっておりますので、この高峰選手の、移籍問題というところは、まあ、100% 決まったわけではないですけど、まあ、ほぼほぼ、柏レイソルの移籍が決定的という状況になっておりますので、今回取り上げさせてもらいました。まあ、この真相というところは、もちろんね、まあ、北海道出身、まあ、北海道生まれ、北海道育ち、北海道コンサドーレ札幌の生え抜きの選手としてね、高峰選手はここまで、活躍してくれたのかなと思いますので、まあ、チームの内部分裂というか、揉めて出ていくというところはね、そこまで考えにくい状況ではありますけれども、まあ、高峰選手の考えがありながら、まあ、ボランチで使ってほしいという考えなのか、まあ、どういう考えなのかちょっとわかりませんけれども、まあ、ひとまず移籍が決定すれば、まあ、来シーズンね、柏レイソル、まあ、新たな本当に、初めてなのかな、黄色いユニフォームを着て、J リーグを見るというね、高峰選手の状況になっておりますので、楽しみに見ていけたらいいのかなと思いますし、まあ、高峰選手がね、決断した以上、まあ、J リーグサポーターとしては今後とも応援していければいいのかなと思います。ということですね、今日もご視聴いただきましょう。この動画になったと思ったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。まあ、今日はね、夜というところにもう一本動画がありますが、まあ、ちょっと一足早く、この動画を取り上げさせてもらいましたので、まあ、北海道コンサドーレ札幌のサポーターであったり、まあ、J リーグサポーター含めて、まあ、この移籍に関してね、いろんな思うところあると思いますので、まあ、ちょっとね、ぜひぜひコメントに、たくさんお待ちしております。ということでまた明日の動画でお会いしましょう。今日もご視聴ありがとうございました。ではまた。